はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、映画妖怪ウォッチ一番くじです。はい、これはセブンイレブン限定で1回520円。ラインナップは A から G 賞までの全7等級で、公式ページを見ると上の等級から A 賞がジバニャンくったりクッション、 B 賞がヒーローバスタオル、 C 賞が映画妖怪ウォッチメダル&カードホルダーで、 D 賞がリストポーチで、 E 賞がパスケース、 F 賞がハンドタオルで、G 賞がネームキーホルダーで、ラストワン賞がダークニャンのフェイスクッション。12月中旬の発売開始と同時に今回は4回やったんですけど、さすがにすごい人気で速攻売り切れてましたね。毎回一番くじ系は結構いいんですけど、果たして A 賞は当たったんでしょうか。ではレビューしていきます。それでは下の等級から順番にいきましょう。まず1個目はこちら。はい、 G 賞のネームキーホルダーです。 G 賞は一番下ですね。キーホルダーは可愛くって、全6種類のうち今回はブチニャンを選びました。今回限定のウキペディカードも全等級につきます。これは後で開けましょう。取り出すと、あー、なかなか可愛いですね。はい、全体はこうで、裏は特に何もなくって、リフレクターでもないですから、本当にクリアパーツに妖怪がプリントされてます。ソフビと比べるとこれくらいのサイズ、まあまあ大きいですかね。次に当たったのはこちら。はい、 D 賞のリストポーチです。さらに3回目に当たったのはこちら。はい、もう1個リストポーチが当たりました。これは全2種類で、ホワイト系のリストポーチとダーク系のリストポーチ、開けてみましょう。はい、取り出すと、これはジバニャンとダークニャン、そしてブチニャンとウィスパーもいます。そしてマジックテープになってて、後ろはフリースかな、で、表側はジッパーがあって、これを開けると、あ、ちょっとだけ、本当に、若干だけ、何かが入ります。これ、妖怪メダル、入りますかね？あ、いや、はい、あ、ギリギリ入りますね。妖怪メダルが、多分3枚ぐらいなら入りそうです。大人の僕でも、あ、余裕。むしろ、ちょっと余るぐらい。サイズは全然 OK です。で、もう一種類は、色違い。というか、柄違いですかね。はい、白をベースに、あ、マジックテープも白だ。いろんな妖怪が大集合してます。サイズは先ほどと全く一緒で、ポーチ部分の容量も同じですから、まあ、本当にちょこっとだけ入ります。はい、それでは、いよいよ4つ目。今回最後です。G 賞、D 賞と来てますから、A、B、C 賞。どれかは出たんでしょうか。ということで4つ目はこちら。はい、なんと今回も結構いいのが当たりました。なんと B 賞のヒーローバスタオルです。いやー、やっぱり毎回ですけど、一番くじほんといいのが当たりますね。上から2番目の B 賞を当てちゃいました。はい、中身はウキペディカードとバスタオルの絵柄はこんな感じ。そしてバスタオル本体は、あ、なるほど。サイズはまあまあの大きさですけど、ちょっと薄手かな。はい、表は、お、ジバニャンかわいい。発色がなかなかいいですね。はい、ジバニャンの下にダークニャンがいて、その下にフーニャン。で、裏返すと、後ろは無地で、ちゃんと着物になってます。そしてタグには、一番くじ。大人用のバスタオルに比べれば小さいんですが、大きさは横が47センチで、縦が約120センチですから、ちびっ子が使うには十分なサイズですね。ということで、結果は、G 賞、D 賞、B 賞で、なかなかいいものが当たったと思います。それでは4枚のウキペディカードも開封しましょう。ラインナップは全8種類で、すべてが今回限定のオリジナルカードです。1枚目、せーの、ドン。お、まずはロボニャン。はい、絵柄はこうで、裏側は、あ、今回の限定特殊効果の一番くじん。こんなのもありますね。では2つ目、ジバニャンとコマさんがいますから、ラインナップに、どっちかが欲しい。せーの、ドン。裏山白ですね。はい、絵柄はこうで、後ろはこんな感じ。せーの、3枚目。兄貴、なんか見事に欲しいやつじゃないやつが出ますね。せーの、ドン。
うわー、出ず、勝負師でした。表はこうで、裏側。ってことで、出たカードは、勝負師、ロボニャン、裏山四郎、兄貴。この4枚でした。はい、ということで、映画、妖怪ウォッチ、一番くじを紹介しました。前回の一番くじプチもポーチが当たったり結構良かったんですけど、今回もいいやつが出ましたね。ラストワン賞のダークニャンクッションも密かに狙ってたんですが、売り切れるのが本当に早かったですね。以上、セブンイレブン限定映画妖怪ウォッチ一番くじの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。